全力でいくよ。実際戦うやったらほんと四角に回って操縦席って操縦者殴って終わりだったな。行くぜ行くぜ。来ない。あれやるぞ。うっしゃ。ほっとしてっと。怪我するぜ。なぜそんなショベルに固執して攻撃するんだ。やるぜカズラ。オッケー。なぜショベルにラリアットくらわすんだ。これはどう？セフィア！下がってみな。腰抜け野郎が。ぶちかます。受けてみな。くまれ。レジットだった。調子がいいぜ。来ない。電気か。行くぜ。どぎついの行くぜ。こいつで。全力で行くよ。ちいちゃんは電気技ないか。覚悟。これはどう？はっ。ガンガン行くぜ。いつでもどうぞ。ガツンと行くぜ。くだらない。調子が出てきたな。和田さんもないか。行くぜ行くぜ。もらった。どぎついの行くぜ。こいつで。任せといて。ぶちかます。受けてみな。次も試してやるよ。だな。巨大重機も筋もんってコツつかめたんじゃねえか。いっぱいやりたい。吸収が早いのよね。また成長しちゃった。上に行く方が良かったんだっけ。うん、そうだな。6勝。開けてみるか。開いたぜ。この辺が今しか取れんアイテムか。大したもんじゃなかったけど。ポイントが向こうに出てるな。ラダスさんか。うん。ああ。重機のショベル伸ばしてなんとかならん。ですが、いつまで続けられるかな。おいこっちだ。早く来い。もうしつこい。くそ。何か手立てはある。一番、こっちだ。これに乗れ。ナイスアイデア、トミー。これで戦おうってわけね。ダメだ。こいつ一台じゃ大人数相手には分が悪すぎる。そんなことは俺だって分かってるよ。
乗客は黙ってドライバーに従いな。タクシー運転手だよね。え、まさか。無理無理無理、行くぞ。まあ、ゲームだからね。おーい、あれ、ニーニの。この病の部下は裏切ってる病の部下で縁がない。戦闘準備完了。建物めちゃくちゃになったけど、病起こんないかな。まあ、助けに来たってことで多めに見てもらおうぜ。無茶な運転しやがって。俺が現役なら一発で免停もんだぞ。まあまあ、鬼教官殿、結果的にうまくいっただろ。たく、こいつら倒してさっさと春日のとこ行くぞ。もらった。ほら、次は俺だ。場所が違うけど一応4人で戦ってんだな。全力で行くよ。ぶちかまっ。あれ、まだ2人おった。ガツンと行くぜ。調子がいいぜ。まあ後ろ取れる感じだったのに。覚悟。これはどう。こいつは小出だよな。止まらねえ。調子出るな。私も。でこいつは水谷。行くぜ行くぜ。まだ残ってた。フライヤー。ザコは相手が最後か。全力で行くよ。追撃戦か。調子がいいぜ。こっちは終了。待たせたな。怪我はねえか。問題なし。残りを片付けしますね。任せといて。やるか。止まらねえ。調子こじめやろうが。行くぞ。行くぜ行くぜ。うわ、いや、しろよ。
出のために小出が固かったんだな。上昇上昇。俺もまだ若いね。一時はどうなるかと思ったぜ。無事合流できてよかった。先を急ごう。出れんか。決めに行くよ。よっしゃ。踊ってくださる？ちょっと裏切りすぎだ。あんなに病を慕ってるぜ。アピールすごかったのに。完全行くぜ。一緒にやる？いい調子だぜ。次のフロアで何かしら仕掛けてんだろうさ。しっかり休んでいこうぜ。なんかちょっと病がいいやつになりすぎてて殺されんか心配だなと思ってたんだけど、なんとかやられるぐらいで終わってくれんかね。ようこそ春日さん。どこまで仕込んでんだこいつまさか俺を出し抜いた気で言いました？こっちは春日さんの単純な考えなんてお見通しなんですよ。安全圏から偉そうにしやがって。病の飼い犬はよく吠えるな。あ？エイちゃんがどんな手使おうと関係ねえ。突っ切るまでだ。俺は単純なんでな。その余裕がいつ剥がれるか見ものですよ。さあ話はここまでにしましょう。健闘を祈りますよ。I'll take you down。 さあ、でやりますか。こいつ、スマホ見せてきたやつだよな。あ、ボス扱いだ。全力でいくよ。覚悟。これはどう？いいぜ。何？来ない？行くぜ。ほら。この範囲攻撃好きなんだよな。死ね俺だ。黙らせて。これで吹き矢だけか。いつまで遊んでるんだ。早く始末しろ。防御力上げるんじゃないよ。ぶちかま。どこまで仕込まれてんの本当に。なんだこれ。毒か。やられてたまるかよ。いや密室ならわかるけどな。毒を出してる機械がある。あれを壊さなきゃ。そういうガツンといくぜ。そういうなんか
多分レベル的に倒した方が早いんで、どうしよう、ゲームに乗るべきか。これはどう、あの発生器を壊すことにするか。くっそ、上がらねえ。硬いな。思い通りにはいかねえな。あと人間2人だし、人間に行ってもいいけど。ちょっとここはゲームに乗るか。電気が効くかな。機械だから特にだな。特に炎も試したよな。で銃も試した。拳特にないんか。もうじゃあ数攻撃か。気が乗らない。頑張りますね、春日さん。なんとかやっか。ほら、完全復活だ。しぶとい。覚悟。一息つきましょう。よっと。やれ。ありがとう。二人だけか。行くか。やっちまうか。せいや。行くぜ行くぜ。手貸すぜ。青がこっちだったのか。バックドロップってプロレスで見慣れてたらなんか珍しさあんま感じんけど、喧嘩で出したらほんま人命に関わる技だよな。鍛えてる同士があのマットの上でやるのとはちょっと話しちゃう。ぶちかます。私じゃん、もう狙おうとしてたから調子がいいぜ。何来ない。ちょっと硬いから。やりにくいぜ。さあ、ここかまたしてもなしか。あとは足立さんにないけど、腰抜けやろうが。刀を試すべきだよ。ミスったらごめんね。やるか。みんなないか、こっちチームは。まあ水、電気、火に弱かった。え、雑魚だったのか。2人押すタイプかと思ってたのに。上昇上昇。
一杯やりたい気分だぜ。俺もまだ若いね。ただ単純に生き残れてただけのやつだったな。吸収が早いのよね。ラニは必ず取り返すし、アカネさんも私は知れ。それにエイちゃん、おめえに必ず会いに行く。直接言いてえことが山ほどあるんだ。待っとけよ。ごめんなさい、私のせいで。山いぶじだった。アカネさん、こうして指一本触れさせちゃいね。うちの門が迷惑かけたな。あんたもすっかり敵だらけになっちまったな。こんくらい今まで嫌ってほど味わってきた。それに気合い入ったのがこんなに残ってる。おばちゃんがどっちがどっちか見分けがつかねえ。すみません、ラニは連れてかれちまいました。そうなのね。ラニはネレ島に連れてかれた可能性が高いです。アカネさん、ネレ島がどこにあるかってご存知ないですか？ごめんなさい、それは私にもわからない。受け渡し場所は教団の中でもごく一握りの人間しか知らないことだから。毎回迎えに来てたんかな。心配しないでください、ラニは必ず俺たちが助け出します。アカネさんはどこか身を隠せる場所で待っていてください。それじゃあさあ行こうぜ。待て春日。あ？アカネさんと少し話していけ。いやでもラニを早く見つけねえと。大事なのはラニだけじゃねえだろう。話せる人とは話せるうちに話しとけ。年の子を病。年の子と言ったものの春日もええ年だよな。実際問題どっちが上かわからんぐらいちゃう。会ってからゆっくりお話しする時間、そういえばなかったわね。ですね。病には後で礼言わねえと。沢城さんの手紙であなたのことは全部聞いてる。桃源郷の店長さんに引き取ってもらったこと、カムロ町の人たちによくしてもらってたこと、中学を出た頃から毎日喧嘩に明け暮れていたこと。あ、それはまあその若気の至りってやつで。つか沢城の頭、そんな前から俺のこと見てたのか。ええ、沢城さんはずっとあなたのことを気にかけてた。そらけど自分の息子のためにだろ。そしてあなたはマスミさんに巡り合った。あ、運命なのかしらね。運命かはわからないっすけど、出会えてよかったって思ってます。そう。その後のことももちろん知ってる。組のために人殺しの罪をかぶったことも。組のためじゃなかったけどな。18年も刑務所で過ごしたことも。あかねさん、こんなに節くれだって苦労したんでしょうね。いや、そんな大したもんじゃ。なのに
あなたとマスミさんを置いて私は一人で逃げ出した。まあそれは確か仕方なかったような。本当にごめんなさい。謝らないでください。まあけど、お母ちゃんとしたら子供を置いてったのはな。確かに辛いことはあったけど。心残りではあるだろうな。それも大半は沢城の頭のいびりだ。それや、俺の人生は自分で選んだ始まり方じゃねえけど。それはみんな。そんなの。誰だって同じでしょ。茜さんは一生懸命生きようとした。そんでこうしてまた会えた。それでいいじゃないですか。それにあの町でいろんな人に助けられて、おやさんに出会えて、最高の仲間に恵まれて、俺は幸せ者なんですよ。だから茜さん、正直あなたが本当に俺の生みの親なのかどうかよくわかんねえけど、もし本当にそうならこれだけは言わせてください。俺を産んでくれてありがとうございます。一番、こちらこそありがとう。不思議ね。はい。今あなたとマスミさんがダブって見えた。もったいねえ。そしたら川マスミな、俺にとって最高の褒め言葉です。一番浸水してるし、そうだ、命がけで助けてくれたとこまではええけど、これを茜さん、あなたに届けに来たんだって。息子の殺人隠すために一番入れたのだけがちょっと引っかかってる。違反です。あれが本当に組のためならまあ受け取ってもらえますか。そう、でもあれ嘘で息子のためだったのが引っかかるよな。ありがとう、ありがとう、やっと。これそんな嬉しいかね。やっと会えた。まあ、すみません。この辺は人の考え方だろうけど。あ、11章短かったような気するな。12章で終わりなのか、まあ12章以降っていうだけだからまだまだあるのか。まあそれ考えると多分12章日本編だよな。エンディングノート12章以降、冬だっけ、なんかハワイ編やってると。季節そしてマジマゴロか。これにキリュウさんを加えたら裏社会の殿堂入りメンバーだな。引退済みって意味ではそうかな。会いに行くんでしょ彼らに。ああ、すぐに立つ。その口ぶり、まさかとは思うけど、大道寺はもうええのか。一人で行くつもりじゃないよね。ダメだよ。俺らは桐生さんのお守り役なんだから。言い方はちょっと違うと思うけど、ついていくのはその通り。悪いな。少し遠出になる。準備をしてから行こう。サエコは生活大丈夫なのか。ほう、
エンディングの音、まだ全部合わせて1ページ分ぐらい残ってんだよな。歯抜けではあるけど、ちょっとこのメインとサブがすごく、あ、カオルと会いました、佐山カオル。あったって言ってもまたあのこっそり会うやつ。この辺が12章以降だったから多分解放されるんだな。これ1終わった、2が3つ、3が2つ、2つ、3つ、装備レベルは大丈夫だよな。あ、伊達さんから来た。もしもし。伊達だ、桐生。手が空いたらまたハーバーライトに来てくれるか。今度は誰だ。ああ、分かった。そうするよ。そうだそうだ、昼間だから朝焼け、あ、ナンバーもいけるな。これは夕方だからまだか、うん、じゃあこの2つをちょっと終わらせてこようかな。それでは桐生ちゃんの続きだな。メインやけど、カムロ町ブラブラしてみようっていうところか。これはね、エンディングドラマは秋山に見つかったり、結局伊達さんがボコられて桐生ちゃんがボコり返して、まあ、けど大道寺との約束は再確認させられましたよと。それでもまだちょこちょこ残ってるような、ここ2つ、1つ、3つ、まだまだありそうだな。まあ、伊達さんが釘刺されましたよと。いたいた、待ってよ、静子。ん？あ、ごめんなさい、肩当たっちゃいましたね。女子高生じゃなけりゃ、気にしないでくれ。ごとくではスリだけど。すみません。静子、待って待って。もう全然気づいてくれないんだもん、静子ってば。ごめんごめん、ミキ。ん？あれは、あのさ、ずっと気になってたんだけど、そのキーホルダーのキャラ何者？ああ、これ小野道夫くん、小野道のマスコットキャラクターだよ。知らない？知らねえ、マイナーだね。確かに静子、尾道出身って言ってたもんね。なんだっけこういうのって、キモキャラ？違うよ、もうゆるキャラだよ、ゆるキャラ。私の大好きな大切なキャラクターなんだ。へえ、
しずこは物好きだね。みちおのキャラクター覚えてるけど話覚えてないよな。中の人が私みちおくんのお嫁さんになるのが夢なんだ。しずこか。手術しないと治らない病気なんだって。手術しないとみちおくんのお嫁さんになれない。でも中の人が何か知らんだって。桐生ちゃんが中入ってたんだっけ。私手術受ける。痛いかもしれないけど頑張る。辛くても我慢する。しずこ勇気出すから。すげえ記憶力だ。しずこだ。しずこ帰る方向こっちだよね。一緒に帰ろうよ。あーごめん、今日はちょっと用事があってカムロ町ヒルズってところに行かなきゃいけないの。そうなの？結構歩くよ。しずこ一人で大丈夫？引っ越してきてそんな経ってないし、この辺のことをまだよく知らないでしょ。大丈夫だよ、地図も調べてきたし心配しないで。じゃあねミキ。うん、治安悪いから気をつけてね。じゃあね。あれ、これカムロチョヒルズだよな。ちゃん暇？俺らとちょっと遊ばない？この辺に雰囲気のいい店あってさ。ああ、もちろんおごるよ。結構です。私もう行きますので。おっと待ちなよ、そんな釣れないこと言わないでさ。いいじゃん。そもそもこの辺をうろついてるってことはナンパ待ちだったんじゃないの？違います、迷ってしまっただけで。またまた照れ隠し。なあ、お兄さんたちといい思い出作ろうぜ。誰か助けて。ガッ！いきなりてめえの汚い手で。名前知ってるの言っていいの？なんだよこのおっさん。なんで私の名前を。目障りだ、さっさと消えろ。俺が本気で怒らないうちにな。やべえやつだな。おい大丈夫か、逃げるぞ。どっちもやばいけど覚えてろよこのクソ親父が。どちらかといえばキリュウちゃんの方がやばいか。ったく最近のガキは。あのありがとうございました。ん？ああ、いや気にしないでくれ。じゃあな。あのもしかして桐生のおじさん。なんで知ってんの？じゃないですか。え？やっぱりそうですよね。みちおくんを私に会わせてくれた桐生のおじさん。いや全然覚えてないな。こんなところで会えるなんて。お久しぶりです桐生のおじさん。ナンバリングどれ？ああ久しぶりだな静子。俺のこと覚えてるのか？忘れるわけないじゃないですか、私の命の恩人なんですから。恩人？はい、ずっと会いたかったんですよ桐生さん。
店に落ち着くより、キリュウさんにお会いできて、本当に嬉しいです。ああ、俺もだ。前に会った時はあんなに小さかったのに、もうすっかり立派なお姉さんだな。いえいえ、全然。まだ高校生のひよっこです。あの後、手術はうまくいったのか？はい。お医者さんが頑張ってくださって、その後のリハビリもうまくいって、すっかり元気になりました。それもこれも全部、キリュウさんのおかげですよ。俺は何もしていない。そんなことありません。手術を怖がっていた私を、みちおくんに会わせてくれたじゃないですか。みちおくんは私に、手術に立ち向かう勇気をくれました。あの勇気がなかったら、私、手術を拒否し続けて、もしかしたら悪い結果になっていたかもしれません。だから桐生さんや道夫君には本当に感謝してて、いつかお礼が言えたらなってずっと思っていたんです。でも桐生さんとは一度会っただけで、それ以外何もわからないから探せなくて、ずっと心残りだったんです。だから今日お会いできて本当に良かったです。俺もお前の手術がどうなるか心配してたんだ。こちらこそ会えて良かったぜ。でも桐生さんがまさか東京の方だったなんて思いませんでした。道理で尾道を探しても見つからないわけです。お前こそどうしてカムロ町にいるんだ？尾道から引っ越してきたのか？はい、実は私医者を目指していて、その夢のために東京の医大に強い学校に入学したんです。それをきっかけに家族で上京しました。医者か、すごいじゃないか。慣れたらですけどね。同級生もみんな頭いいし、ついていくのがやっとです。でも病気の私を救ってくれたお医者さんみたいに、私もいつか誰かの命を救えたらなって。だから一生懸命勉強して絶対に夢を叶えたいって思ってるんです。立派になったな、しずこ。素敵な夢だ。お前ならきっと叶えられる。はい、もし桐生さんが病気になったとしても、私が医者になって治してあげますからなんて。ありがとうな。その時はよろしく頼む。医者の部下って割と、さてそろそろ行くか。すごいよな、お前行く場所があるんだろ。頭良くて器用じゃないとダメなの。この辺は危ない輩が多いからな。はい、ありがとうございます。どっちが片方なら結構おるだろうけどな。こんなところ。内科となったら別かもしれない。もう一人でほっつき歩くなよ。はい、迷っちゃって。今度からはカムロ町は一人で出歩かないようにします。そのキーホルダー、尾道雄のことまだ好きでいてくれてるんだな。もちろんですよ、みちおくんと私結婚するんですから。はあ、そういえばそんなこと昔言っていたな。医者になってみちおと結婚か。もっといい相手を探した方がいいと思うぞ。なんでですか。みちおくんは面白いし優しいし強いし、最高の旦那さんになると思いますよ。中の人がバイト逃げ出したりしたの。あれ、あいつはなかなか面倒なやつなんだ。頑固だし不器用だしひねくれもんだし な、あの桐生さん、ん、野暮なこと聞いちゃうかもしれませんけど、道夫君として私を助けてくれた人ってやっぱり。ここにいたのか。探したぜクソ親父。さっきの借りを返しに来たぜ。倍返しにしてやろうと思って、ダチも一緒にな。
キリュウさん。安心しろ、静子。下がったろ。お前は俺が守る。でも、もし怪我でもしたら。お前を守るためなら、ちょっとの怪我くらい我慢できるさ。おいおい、どうした？もしかして逃げるのか？キリュウちゃん、すっかり親というか。逃げも隠れもしねえよ。なんかもう孫を守る子供の前でかのような、ダセえ姿見せるキャラじゃねえんだ。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。後悔するなよ。調子がいいぞ、私。この姿の人間に敵取りたくないな。地獄止める。覚悟。あらららら、手加減はなしだ。どこ見てんの。うえ、結構調子いいかも。よいしょ。これ使おう。もう目立っちゃおうかな。力の差を見せて。さっさと来い。あれ、そうですか。脇が甘いな。覚悟。ほら、ついてろ。あれ見ないよね。キリュウさん、大丈夫でしたか？ああ、この程度どうってことない。静子は平気か？はい、キリュウさんが守ってくれたから、あの日みたいに。よかった、なら行くぞ。はい。今日はありがとうございました。道まで教えていただいて。気にすんな、好きでやったことだ。これ今日のお礼です。受け取ってください。キーホルダー別にいらねえ。静子が大切にしといてくれたらいいけど。もしよかったらつけてくださいね。これでキリュウさんとお揃いだ。静子の SO じゃねえんか。いいのか、お前の大事なもんなんだろ。それ私家に50個持ってますから大丈夫です。そんなにいらねえだろう。ありがとうな。こちらこそ、キリュウさんには本当に感謝しかありません。私ダメですね、この年になってもキリュウさんに助けられてばっかり、与えてもらうばっかりで何も与えられない。キリュウさんに私ももっと何かしてあげられたらいいのに。静子、それは違うぞ。え？俺はお前に今日十分すぎるくらいたくさんのものを与えてもらった。あんなに小さくて手術に震えていた女の子が元気になって、こんなに素敵なお姉さんになって、夢を追いかけて一生懸命毎日を頑張っている。そんなお前に俺がどんだけ勇気をもらえたと思ってる。おじさんは嬉しいよな。お前はきっと立派な医者になれる。諦めなければきっと夢を叶えられる。だから頑張れよ。お前の手で昔のお前みたいに苦しんでいる人たちを救ってあげてくれ。俺はいつまでもお前を応援しているぜ。お前の好きな道夫君もきっとそう思っているはずだ。じゃあな、静子、元気でな。キリュウさん。ん？
今までありがとう、道。こっちこそありがとう、道。ありがとう、キリュウさん。道夫君、やっぱりつけてたのをあげたんか。とりあえずは感じで空いてるのをメインとして潰していくのか。どうもそうだな。これをメイン扱いでやるんだな。クラ、真相回転するのか。入れ替わりの激しい街だからな。お、フォーシャイン。俺が昔店の手伝いをした蒼天堀の店と同じ名前だな。確かライバル店の圧力で潰されそうになっていたところを俺が黒服になってサポートしたんだ。大変だったがなかなかいい経験だったな。雪、小雪、陽太さん、あれ以来会っていないが、覚えてねえな。みんな元気だろうか。しかし同じ店名とはもしかして系列店なのか。うちの店に何かご用ですか。ん、まずい。あれ、どこかでお会いしたような。人違いでしょう。それでは。動きおかしい。なんでしょうか。いつの間にか消えちゃったから、どこかで野垂れ死なれたのかと思ってましたよ。もう少しは顔出してくれればいいのに。お久しぶりです。お元気でしたか。ああ、まあなんとか。お前こそ元気だったか、小雪。ここってもしかしてあのフォーシャインか。あの大阪ナンバーワンキャバクラフォーシャインが満を持して関東上陸。もうすぐオープン初日なんですよ。ほう、すごいじゃないか。で、どうなんだ、順調なのか。それがなかなかそうもいかなくて。よーよー、関西から来たよそ者さん、まだ帰ってなかったの。困るんだよね。よそ者が簡単に店出せると思われちゃうとさ。カムロ町にはカムロ町の流儀と品格ってのがあるのよ。関西弁のおばさんたちが簡単に足踏み入れていい場所じゃねえの。前から言ってんだろ。全然関西弁じゃねえけどな。また来た。誰だこいつは。ライバル店の人です。うちらがカムロ町で商売始めるのが気に食わないらしくて、しょっちゅう邪魔したり脅したりしてくるんです。おかげで風評被害も広がるし、怖がって女の子も何人か辞めちゃったりして超迷惑してるんです。俺たちも穏便に済ませたいんだけどよ、無理やりオープンしようってんならこっちも無理やりやらねえとダメかもな。あっかんべーだ。あんたらなんかの差し続けるくらいなら動きおかしいよ。死んだ方がマシよ。なめやがって。なら俺がカムロ町の竜に叩き込んでやるよ。キリュウちゃんいきなりパンチいけ。どう叩き込んだ。なんだてめえは。俺はここで雇われていたもんだ。
カムロ町にてめえが語れるような流儀はねえ。そしててめえみてえな輩に品格を語られる筋合いもねえ。言うねえよさ。いいよ、まずはあんたからやってやるよ。眠らない町カムロ町の怖さ、おのぼりさんどもに教えてやるぜ。釣れてないの？釣れてないな。調子出てきたぞ。めちゃくちゃ強え。さっさと消えろ。この店に手出したら俺が承知しねえぞ。すみませんでした。すみません、また助けてもらっちゃいましたね。キリュウさんには助けてもらってばかり。そんなことはないさ。邪魔が入りましたけど、せっかくなので中でお茶でも飲んでいってください。さ、どうぞどうぞ。ああ、